こんにちは、ケイスタンダードスタイルのケイです。今日は映画殺意の香りからヘリンボーンツイードジャケットの着こなし方について学びたいと思います。よろしくお願いいたします。殺意の香り、ストーリーオブザナイト、82年の制作ですね。僕の好きなロイ・シャイダーと、共演にメリル・ストリープ、いわゆる、サスペンスものなんですけども、物語はもちろん面白いんですけど、この映画は何といってもツイードジャケットの着こなし方がもう秀逸ですね。主人公ロイ・シェーダーは、精神分析医の役をします。グレーのヘリンボンジャケット、それに白のワイシャツではなくて薄いグレーもしくはベージュの、ボタンダウン、それにニットタイですね。まあ、ウールのニットタイをしたりシルクのニットタイをしたりしてるんですけど、黒のニットタイです。それでボタンダウンの位置が、襟がややハイカラーですね、高いです。これは多分彼の一つのこだわりでエレガントさを出してるんじゃないかと思います。あるシーンでは、グレーのちょっとブルーがかったグレーのジャケットに、ミックスのメランジのブルーのニットタイをしてますね。やはりグレーのボタンダウンをしています。シャツ襟が高いのがわかると思います。ステッチが見事ですよね。肩のステッチはもちろん入ってますので、本来のオールドアイビーは全てにステッチが入ってますので、それを露出しているということです。映画が82年ものなので、もう時代はニュートラッドですよね。3つボタン段階入りから2ボタンのブリティッシュスタイルへ移行していくという、そういう時代になります。ただ茶のジャケットを着ていたシーンではこのようなことがあります。2つボタンになってますね。トラッド仕様なんですけど2つボタンになってきてます。やはりベージュのボタンダウンに黒のニットタイ、そしてこれを後ろから見たシーンがこれです。絞りが入ってますよね。絞りが入って、センターベント、深いセンターベントになってます。ステッチは襟にも、ごめんなさい、肩にも入ってるんですけど、これはアイビーに英国の影響が出てきているということですね。いわゆる、まあ、あえて言えばブリティッシュアイビーと言えばいいんでしょうか。映画冒頭のシーンなんですけども、黒のスリッポンを履いてますね。黒い靴下、グレーのジャケットに、まあこれはブルーか黒のパンツですね。まあ違うシーンでは、茶色のヘリンボーンジャケットに同じようにベージュのワイシャツに黒のニットタイ、黒のニットタイだけではないというのはこういうシーンでもあります。同じ色を合わせてワイシャツは一緒でも、茶色のシャンタンがかった無地のネクタイをしています。いずれにしろすごくミニマムですよね。抑え切った方でスタイルをしています。まあこの人のロイ・シェイダーのこだわりでもあると思うんですけど、役柄上精神科医ですからミニマムに落とし込んでるんでしょうね。ですから部屋もすごく素敵でゴージャスっていう意味じゃなくて、シンプルに無駄のない装飾を心がけてますね。そして家にいるときは彼は仕事着のそのまんま、ワイシャツはそのままなんですよね。靴もスリッポンです。そこに白い靴下を白い靴下に履き替えます。そして、綿のパンツを履きますね。骨盤を履きます。このシーンはカーディガンを着てますね。ロングのカーディガンを。コインランドリーのシーンですけど、スウェットシャーツに骨盤を履いてますね。まあ、家ではこういう靴の方をしたスタイルですね。まさにアイビーのお手本みたいな形ですね。とにかく絞り込んでます。ジャケットはヘリンボーン、ほぼヘリンボーンのみ、家に行くと血のパンのみ、そういう感じですね。で、粋なのが、例えば
襟を立てたりして着るシーンもあるんですけど、胸には必ず老眼鏡を刺してます。ポケッチーフを刺すシーンもあったんですけど、ほぼ老眼ですね。老眼鏡を刺してます。このように仕事ではポケットチーフを刺しません。一度だけ訪問、よそよ訪問するときですね、この時にポケットチーフが IB ホールで刺されてます。ポケットチーフを刺してるのを見たのはこのシーンだけでしょうかね。あとは無造作に自分の持ってる老眼鏡をここに入れてるという、逆にそれが様になってるという、そう思いました。やはりこのステッチの、しっかりしたステッチが入ってる、ここが気分がいいですね。肩にも入ってますし、このぐらいのステッチワークをするとすごくかっこよく映ります。だいたいロイ・シェーダーの法則がありまして、グレーのヘリンボーンジャケットにはグレーのボタンダウンシャツ、そして黒のネットタイ、でパンツは黒かグレーか、ちょっと色がちょっとはっきりしませんけど、まあチャコールグレーと思ってもらっていいと思いますけど、で茶のヘリンボーンジャケットには茶色の濃茶のパンツを履きます。そしてワイシャツは薄いベージュのボタンダウンになります。でやはり黒のニットタイをします。ですから法則がもう決まってるんですよね。先ほど家でのルーティンと同じで、ロイ・シェーダーのようにスタイルを絞り込んで装うということのメリットはすごくあると思います。まさにパリコレとかピッティスタイルとかのハンテッカーにあるスタイルだと思いますね。ですからある意味 上質なものを着ていても経済的な面でも割安じゃないかというふうに思います。いちいち悩まなくても済みますし、まあこれは面白みがないんじゃないかと思う方はパリコレとか、それからピッティのスタイルとか、そういうところに行かれると思うんですけど、僕はどちらかというと無駄を排して絞り込んだ方が好きですね。より上質なものをゲットすることができますし、センスの良さはこういったところにも現れてます。一度だけ着るコートなんですけど、襟の部分と袖の部分にコーデュロイが使われてます。そして脱いだ時に分かったんですけど、背中はボアですね。身頃が全部ボアがついてます。ですから寒いニューヨークにはぴったしなんでしょうね。このコーデュロイの襟がついてるところが肝ですよね。すごくおしゃれですね。この映画、監督はロバート・ベントンと言いまして、もともと脚本家なんですけど、あの有名な俺たちには慕わない、あれの脚本を手掛けてます。監督としてはメリル・ストリーブを使ったクレーマー・クレーマーですね、を作品として出してますね。ロイ・シェーダー絡みでは、この他にセブン・ナプスという刑事もので、冒頭のシーンでポロコートを着て颯爽と歩くシーンがあります。すんげえかっこいい、よかったです。あとマラソンマンのグレーのポロコート、これもいいですね。とにかく70年代後半から80年代前半にかけてのニュートラッドなトラディショナルルックはロイ・シェーダーを置いて他にはないんじゃないでしょうか。僕はそのように感じています。皆さんもこの映画をもう一度見直して、グレーのジャケットをどうミニマムに着こなすか、そぎ落とすか、その辺を一緒に学びましょう。ありがとうございました。